三条園 IC の形状。画像左は中野島見つけインターチェンジ方面。画像右は牧方東 IC 方面。2009年撮影。三条 A インターチェンジは新潟県燕市佐渡にある北陸自動車道のインターチェンジである。本校では IC 内に併設されている三条園バスストップについても扱う。隣接する三条市と燕市は型や金物。 方や養殖機の町として知られ、共に金属加工を中心に栄えた経緯から、相互補完の関係にある反面、根深い対立関係も抱えており、上越新幹線の駅や東 IC の名称をめぐって論争が生じた。後に前者が円三条駅となった代わりに、後者は三条円 IC と命名されたと言われている。円三条駅は三条市に、 遠三条駅の西側に位置する東 IC は、ばめ市にある。東 IC は、国道289号に接続しており、東側の三条市街地や鴨市のある国道8号方面、西側のばめ市街地や、ヤヒコ村のある国道116号方面への、結節点となっているが、同国道と接続する交差点の南東側約300メートルには、三条市域を、 南北に縦貫する国道8号と接続する四ころ3丁目、南交差点が近接して設けられており、IC 周辺部の交通量が特に多い。また近隣は商業地と住宅地となっていることもあって、周辺地区では車両の混雑や渋滞が頻繁に発生している。IC 内にある高速バス停留所、上下線ともランプウェイ間の本線沿いに設置されており、 停車後はすぐ本線に再合流して走行できる構造となっている。高速路線バスの車内表示などでは停留除名に,による分かち書きを加え、3条、円と案内している。県外線新潟県、県外高速バス路線図いずれも、新潟発は乗車のみ、新潟業は校舎のみの扱い。県内線新潟県、県内高速バス路線図あたり IC 施設外の、 国道289号沿いには、東 IC から一般道路を経由する高速バス2路線の停留所が設置されている。道路の構造上、前景の本線上のバス停は経由しない。2路線はいずれも県内線で、同国道南東側の3条、円インター前は東3条線が、同国道北西側の3条、円インター東は、沿線が発着する。 校舎の東停留所は名称こそ、東だが、設置位置は東 IC の西側である。なお東 IC 周辺を経由する高速路線バスのうち、大阪、京都柏崎、長岡、山条線は IC 近隣に停留所を設置していない。山条園バスストップに関するカテゴリー。ありがとうございます。